どうもお疲れ様でですす塾の暗号通貨ニュースです本日6月22日ですけども昨日ね FRB の会議がありましてパウエル氏がこんなこと言ってるんですよ「え何仮想通貨は資産クラスとして持続力があるように見えると発言と」ねパウエルさんあんまり余計なこと言わなくていいんですけどもでも今回は「ありがとうございます」ですねまあ手のひら返しみたいな発言をボンボン繰り返すこういったパウエルさんなんですけども今回ねこの発言を受けて ドル円市場がどう変わるかではなくて、ドル円市場はあんまり変化がなかったんですけども、暗号通貨市場がもうね、大ハッピークリアランスセールで、ビットコインが一気に420万円を超えていきました。イーサリアムも、やっぱりね、この発言を受けてだと思いますけど、あの、やっぱり急騰してるんですよね。全銘から上昇していい感じになってます。で、XRP も今朝70円を突破したところを見たんですけども、でもね、これね、今見るとね、もっと上がってるんですよ。 72円ね。おおむね73円です。まあ、あの、XRP につきましては、SEC の訴訟に関して、ネガティブな風が吹き荒れてましたけども、おそらく、XRP に対して、えー、結構有利な判決が出るんではないかなっていうような予測を受けてですね、値段がどんどん上がっているところだったんで、追い風になるんじゃないかなと。私もせめてね、XRP が100円を突破するまでは、売らないでおこうかなと思いますけども、楽しみにしてますね。ずっと含明営が続きます。また、他の銘柄も、 暗号通貨全般的に証券なのかどうなのかってことが裁判の争点になってるわけなんですけどもおそらくそういったことも懸念に終わり全銘柄がね、えー、問題なく今まで通り取引されるんではなかろうかと思います今回のパウエル氏の発言も大きいと思いますけどもねはいじゃあ引き続き暗号通貨しっかりと見ていきましょうお疲れ様です